デジラボチャンネルのモアレです。夜です。イエーイ。今日はね、 TT さんが不在なので2人でお送りしていきたいと思います、はい、では今回もガチ対戦頑張って取っていきたいと思います、はい、で本日僕が使うデッキは僕の、マイフェイバリットデジモン V モン。 V モン、いやー早いデッキが来たね。そう、 V モンはね、いろんな進化先があるからね。そう、僕ゼロツーで V モンに惚れて、もうこの何十年ずっと V モンが好きでおります。はい、そうね、アーマー隊といえば今 V モンみたいなところがあるからね。どんなアーマー隊で、攻めてくるのか。ジョグレスするかもしれないじゃん。いや、ちょっとそれはやめてもらっていいですかね。アルフォースになるかもしれないよ。やめてください。はい、じゃあ対する僕の方はですね、はい、みんな大好きですね、ベルゼブモン。はい、大人気デジモンでございます。はい、今後ね、強化も決まっているデッキです。今の環境でどの程度戦えるのかっていうのをね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、せーの、ダイスロール4 1。では先行もらいます。はい、ここでいきます。お願いします。せーの、デジタルゲートオープン。では育成ウパモン。はい、では見せてやろう、本宮大輔。いやー、いきなり大輔か。大輔の効果で3枚オープンします。スティングモン、マグナモン、キメラモン。では、緑でスティングモン、青でマグナモン加えて、キメラモンはデッキの下に置いて、これでターン終了。なるほど。ただレベル3はいないのかな、今のとこ。それはどうかな、わざと出してないのかもしれない。なるほど。じゃあ握手話でドロー、育成入ります。いやー、最初にね、4もくれたからね。じゃあ、ゼロコストでサイケモンに進化します。進化時ワンドロー。では、こちら4コストを払ってアイアンの誠を登場させます。はい、では3コストを払ってインプも登場します。はい、これで3で渡します。ではターンもらいます。ドロー。ではゼロコストで V モンに進化、1枚ドロー。はい、ではでは2コストでライドラモン、とどろく友情に進化して1枚ドロー、うん。では4コストで大好き&剣を張って3でお返します。なるほど、確実に次5で動かれちゃうわけか。ではここでアクティブなしでドロー。そうだな、育成はこのままにします。おお、ではインプも DP1000 でセキュリティアタックいきます。アタック時アイアンの誠の効果、このカードをレストさせることでデッキの上からカード1枚破棄します。リザーモンを押したのでメモリープラス1で、はい、では1000で1点お願いします。チェック。 V モン2000消滅します。インプモンの消滅時効果、デッキの上からカードを3枚破棄します。はい、1、2、3枚。デスリンガーが押したのでメモリープラス1、そしてインプモンがカードの効果でデッキから破棄されたので追加でカードを3枚破棄できます。1、2、3枚。ウィザーモンが押したのでメモリープラス1。はい、まさかここで6まで増えてしまうというね。めっちゃ増えたなぁ。そうしたら、1、2、3コストでミストメモリーブーストを破棄します、はい、カード2枚破棄します。その後ワンドロー。では、デスリンが押したのでメモリープラス1します。めっちゃ稼ぐな、本当にめっちゃ稼ぐね。2コストでウィザーモンに進化します、はい、進化時ワンドロー。ただな、こんだけメモリ増えたけどあんまりなんだよね。では、3コストを払ってインプも登場します、はい、登場時デッキの上からカード4枚オープン。その後、名称ベルゼブモンかアイアンの誠を回収できるんですけど、いないので、ドーベルモン、デススリンガー、インプモンの順で、デッキ下に戻します、はい、ではこれで1でお渡しします。では、大輔の効果で3になります。ターンもありますだろう、はい、ライドラモンを前に。では、元宮大輔&一条路剣の効果、自分のメインフェーズ開始時に青と緑のデジモン1体ずつにつきメモリをプラス1できるので、青と緑のデジモンがここにいるのでプラス2でもらいます。はい、さてここは動いてみましょう。ライドラモンでセキュリティアタック、ウパモンの効果で進化元を持たないデジモン、インプモンがいるので1枚ドロー。では、5000いってみですね。はい、チェックします。インプモン1000です。はい、おっと、ここでライドラモンが生存したことでちょっと動きを変えてみようかな。では、青のデジモンがいるので登場コスト3でスティングモンを登場させます。はい、ではライドラモン、スティングモン、ジョグレス進化、ファイルドラモン、いやー1枚ドロー。ファイルドラモンの進化時効果、除月進化で登場したとき相手の DP6000 以下のデジモンをデッキ下に戻すことができるのでインプもデッキの下に戻してもらいましょう。さよならインプモン。ここはパイルドラモンをちょっと捨て身で攻めてみようかな。パイルドラモンでセキュリティアタック行くときスティングモンの効果で、青のデジモンがいるなら1枚ドロー、スティングモンの効果で、あ、違う、パイルドラモンの効果で自身の効果でアクティブ8000でワンチェック。ジャミングじゃないんだ、ジャミングは持ってない、 XV モンがいないから。じゃあチェックします。2000。よし、そう、倒せない。じゃあファイルドラモンでもう一度セキュリティアタック、このスティングも単一効果がついてないのでなんともう一枚ドロー。
ではチェックします。はい、1000弱い。よしよしよし。ではここで、4コスト、マグナモン X 抗体に進化、1枚ドローで、大気圏と剣の効果、2色のデジモンに進化した時このカードレストすることでアクティブになります。これでターン終了。はい、では3で、アクティブでドロー。そしてマグナモンは進化元にアーマーターがいる時、攻撃対象をこのカードに誘導することができます。この効果アクティブでも有効。なるほどね。じゃあウィザモン、バトルバイに出ます。おー、出てくるか。しょうがない。3コストでバールモンに進化します。はい、進化時ワンドロー。ちょっとトラッシュチェックします。いいでしょう。1、2、3、4、うまい。となると破棄した時にメモリーが増えるカードはもうほとんどない。そうだね、さっきのターンでめちゃくちゃ落ちてたからね。けど引きに行きます。僕はおおミストメモリーブーストを引きます。はい、メモリープラス2。その後3コストを払って、バールモンベルゼブモンに進化します。はい、進化時ワンドローで、進化時効果デッキの上からカード2枚破棄します。その2枚でメモリーを稼げるカードなければ君の負けということが。1枚目ベルゼブモン、2枚目ベルズもそんなことありますか。それでトラッシュが今、2、4、6、12、14、16枚なので、レベル4のデジモンまで消滅できるんですけど消滅対象がいません、はい、ベルゼブモンがカードの効果でデッキから破棄されたのでトラッシュからインプモン2体を登場させます。はい、はい、ではこれで、しょうがない3で渡します。ではターンをもらいます。アクティブ&ドロー。行くて、シャオモンメインフェーズ開始時、ダイスキャンドケーンの効果で青のデジモンがいるので メモリープラス1してもらいます。はい、では、マグナモン X 抗体でセキュリティアタック行くとき、ウパモンとスティングモンの効果で1枚ずつドロー。1、2枚、1万1000ワンチェック。チェックします。1万5000です。うわー、くそ。だが、マグナモン X の効果、このカードが証明するとき、一番上を、パージすることで、場に残ることができます。はい、ただ、カエルダラもベスト状態なんだよな、これ。では、ここは4コストでもう一度マグナムエクセに進化、1枚ドロー。ダイスキャンドケーンの効果でひねってアクティブになります。なるほど。さて、V モンに0コストで進化、1枚ドロー。ではマグナムエクセでセキュリティアタック、スティングモンの効果で1枚ドロー。チェックします。はい、7000。はい、ではここは2コストで燃え上がる勇気フレイドラモンに進化して1枚ドローして3で返します。はい、では3になります。ドロー、育成します。はい、ゼロコストでインプモンに進化します。進化時ワンドローが、ベルゼブモンセキュリティアタックいきます。はい、アタック時に、まずウィザーモンの効果回復します。デススリンガーをデッキのトップに置きます。はい、そのパグモンのアタック時効果で1枚回復します。デススリンガーを下でメモリープラス1出てくる。その後ベルゼブモンのアタック時効果でカード2枚回復します。はい、1、2。ベルゼブモンブラストモードが押したのでレベル4以下消滅ですけど対象がいません。これでトラッシュは2、4、6、8、12、14、16、18、19枚で今レベル4のデジモンまで消滅できるんですけどいません。はい、なのでその後アイアンの誠をひねって1枚かけ、これで20枚。はい、その後アイアンの誠の効果でアタックしているのがベルゼブモンだったら3コストを払うことでトラッシュにいるベルゼブモンブラストモードに進化することができます。進化時ワンドローだな、ブラストモード。では、アタック時ベルゼブモンブラストモードの効果で、レベルの最も高い相手のデジモン全てを消滅させるので、ではこのままマグナモン X 抗体消滅します。ではマグナモンはセキュリティにパージするで。はい、じゃあまた確認ですけど今トラッシュが2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19枚しかないのでベルゼブモンブラストモード1万5000で2点チェックお願いします。まあ上の2枚がマグナモンってことはバレてるんだけどね。はい、で、そうしたらしょうがない、インクモンでセキュリティアタックいっていきます。チェックします。チェック。マグナモンめっちゃ固まった。3枚目マグナモン消滅器3枚配置します。1、2、3枚。はい、その後インクモンでセキュリティアタックいきます。いきます。チェック。マグナモン、はい、マグナモンめっちゃいるな。3枚。1、2、3枚。はい、2コスでウィザーモンに進化してワンドロー。はい、では3でもらいます。アクティブ&ドロー。フレイドラモンを前に出して、ダイスキャンドケンの効果でさらにプラス2、カードどっちで留めさせてほしい？フレイドラモンで。では、2コストで大好きをボルクモンに進化、1枚ドローして、ボルクモンでプレイヤーにアタック。はい、そんな気がしました。はい。いやー、辛かったな。トラッシュがね、こう20枚超えないもんでね。そうだね、ちょっとテンポ悪かったよね。なんかメモリはめちゃくちゃ稼いでる。一番最初にね、カードが落ちすぎちゃったのがね、良くなかったね。
こっちはなんかパイルドラモンまで一気につなげられたからだいぶ連番できてね、いい感じで回ったと思うけど、セキュリティにマグナも4枚は多い。そうだ、ちょっと多かったね。2枚も自分で言ったのだけどさ。はい、はい、っていう感じで今回はガチな対戦やってみました。いやでもトラッシュもうちょっと早く超えてたらと思うとちょっとゾッとするよね。そうだね、この3枚追加で破棄できるインプモンが、まあ、なかなか落ちなかったのがあったんで、うん、こいつがもっといいテンポで落ちてくれれば一気にトラッシュを肥やしてそのままブラストモードの、ね、進化が発揮できたんじゃないかなと思うんだけど、まあまあうまくはいかなかったな。まあね、うまくいかないのもデジカだからね。はい、ではアーマー隊がかっこいいと思ってくれた方はチャンネル登録、ベルゼブモがいいと思ってくれた方はグッドボタンよろしくお願いします。はい、お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。